ストーカー？別れた男にしつこくつきまとい、勝手に合鍵を作って侵入して、とうとう警察沙汰になってしまったんです。引きこもりの次はストーカーですか。何ですか、うちのクラスの生徒さんは。厄介なのは私一人で十分です。自覚はあったんですね。多少。これを見てください。常月さんのここ一年の写真です。どう思われます？いますよね、こういう娘。付き合う男によってキャラの変わる。私ダメなんです。ダメ？好きになるとその人のことが一日中気になって仕方ないんです。5分おきに電話をかけてしまったり、電話しながらメールも送ったり、電話に出なかったらファックスを送ったり、急にどうしても会いたくなって深夜に押しかけたり、行動が気になって盗聴器仕掛けたり。それはそれは立派なストーカーですね。ストーカー？あら、フーラさん、なんでまた君はいるんですか。そんな、テレビや新聞でしか見たことのないストーカーがこんな身近にいるはずないじゃないですか。ここまで行き過ぎた行動は立派な犯罪ですよ。いやだな、彼女はただの純愛ですよ。盗聴器仕掛けるのが純愛ですか。はい、まっすぐで一途な分だけ愛が強いんです。ちょっとしたディープラブですよ。ディープラブ？そうなんです、ディープラブなんです。私ストーカーなんかじゃないんです。人より少し愛が濃いだけなんです。ああ、気になる。今彼が何してるのか気になる、気になる。待ちなさい、常月さん、侵入したら逮捕されますよ。じゃーん。あ、美味しそう。どうしたの、このケーキ。ちょっと臨時収入があってね、みんなで食べよう。人数4人にイチゴが4つ。これならきちんと4等分にできていいわね。こういうのをキッズさんに任せるときっちり分けてくれるし。あ、ケーキ美味しそうだね。工藤くんも食べる？うん、いただくよ。じゃあチリちゃん5人分に分け。イチゴは4つ、人数が5人、きちんと5等分するには。やば、チリがイライラしている。何でもきっちりしないと済まない性格が災いしき。なるほど、イチゴを5等分にして4枚ずつ乗せる作戦ね。あら、ネルちゃんもケーキ食べる？イチゴは4つで人数は6人。うわ、チリがさらに大変なことに。スライスしたイチゴをさらに3等分にして1人に10枚ずつ乗せる作戦ね。なんかみじん切りみたい。あら、美味しそう。イチゴは4つで人数が7人、きちんと分けるには。うわ、チリがここから大変なことに。8 5 7 1 4 2。味これって飲むもの？さあ、またいい。何しに来た、帰れよ。そんな悲しいこと言わないで。お前とはとっくに終わったんだよ。お願い、たかし、帰れよ。そんな、私たちあんなに愛し合っていたじゃない。ほほう、愛し合っていたですか。そんなのちゃんちゃらおかしいですね。どういうことですか先生。そんなにその殿方が好きなのなら、本当のディープラブをお教えしましょう。本当のディープラブ、究極の愛、それは心中することです。恋愛道とは死ぬことと見つけたり。本当に好きなら心中してごらんなさい。練炭に睡眠薬に遺書、その他もろもろ、私が常日頃持ち歩いている旅立ちパックです。これを置いていきます。究極の愛は一緒に死にたくなるほど好きってこと。常月さん、先生でよかったらいつでも一緒に死んであげますよ。じゃあ良い旅を。
告られた。帰るね。え？今日もマトイちゃんお休み？チリちゃんも保健室だって言うし。昨日のあれが原因かな。きちんと飲んじゃうから。おはようございます。遅くなりました。ほほう、あでやかですね。何かお祝いでもあるのですか？先生、自分のピンチ分かってます？何が？なぜ私を見る？まだ見てる。今まで隠してきましたが、実は先生危篤状態なのです。これで早退しますので、皆さんは自習してください。ディープラブ、愛が重い。あら、マトイちゃん、新しい好きな人できたのね。うん、ママ。あら、愛しき先生、お帰りになったんじゃなかったんですか？一人でいるのは危険だと気づきました。は？気分が優れないので、ちょっと休ませてもらえますか？先客ですか。はあ、この消毒薬の匂いと儚げな雰囲気、やはり保健室は落ち着きます。こんなところに。まあ男と女のことですから、こうなってしまった以上仕方ありません。きちんとしてください。きちんと、きちんと席を入れてください。きちんと両親に挨拶に来てください。こっちもいきなりディープラブですか？おかしい、あんだけしつこかったマトイから一切連絡がなくなった。なぜだ、気になる気になる気になる。おはようございます。おはようございます。今まであれだけ俺につきまとっておきながら、あんな男になびくとは。あの女と別れたって言ったじゃない。あんなにお店に行ってお金つぎ込んだのに、あんな男がいただなんて。あなた、私を捨てて商売女に走る気なのね。奥さん、いつも奥さんの下着洗ってるの僕ですよ。あら大変、ストーカー呪術なのに。愛しき先生いっぱい引き連れて。ハーメルの笛吹きだ。ハーメル、ハーメル。いっそこのまま厄介な人たちを町の外まで連れて行ってくれないかしら。ああ、愛が重い。先生、きちんとしてください。先生ここまでは入ってこないでしょう。